おはようございます。おはようございます。愛子さん、おはようございます。愛子さん、二度寝しないでください。起きてください。高橋さん、おはようございます。今日はいい天気です。太陽さん、アンディビさん、おはようございます。朝日が出ています。いい天気です。いい天気です。今日は、山道のある林に来てます。アリエルさん、おはようございます。ガッデムさん、カイさん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。サスキニャンさん、おはようございます。メロディーさん、はい、気持ちのいい朝です。イエス様はこのように朝復活しました。爽やかな朝、イエス様は、朝早く、日曜日の朝早く復活されました。この朝の時間、すがすがしい朝の時間、イエス様の清さにふさわしい時間ではないでしょうか。ヨウさん、おはようございます。良い行いイコール天国ポイントでしょうか。その通りですね。良い行いイコール天国ポイントです。はい、今日のテーマは良い行いということなんです。良い行い、今カットカーという人の本を読んでいます。そのカットカーという人の話によると、その人はですね、天国に何回か行ってる方なんですが、その方によると、その私たちの祈りや、良い行いがですね、天で記録されているということですね。聖書にもそういうところがあります。聖書でもですね、その人の良い行いが、天に覚えられているという箇所があります。リノさん、おはようございます。ある人がいます。見返りを求めてはいけないんじゃないでしょうか。見返りを求めてはいけないんじゃないでしょうかという良い行いはね、その見返りなしで良い行いをしなければいけないんじゃないかと言います。多くの人はですね、見返りなしで良い行いをしているでしょう。それはいいことだと思います。見返りを求めてね、そのギブアンドテイクみたいな形で良い行いをするならば、それは、良い行いとは言えないかもしれません。その私たちは、見返りを求めないで良い行いをするべきです。しかし天国でその報いがあるということは見返りではないんですね。それはむしろ正しい動機、良い行いをする正しい動機なんです。信仰のない人はですね、良い行いをする人がたくさんいるでしょう。いろいろな災害でですね、その災害募金する人はたくさんいるかもしれません。いろんな困った人にですね、困った人に援助をしている人はたくさんいるかもしれません。それは、その良心に基づいて、良心というのは良い心ですね、良い心に基づいて、良い心に基づいて、良いことをしていることは素晴らしい。それは天に、記録されています。天においてですね、何かこう記念碑みたいのがあって、
誰々が、こういうことをした、誰々がこういう良いことをしたという、そういう記念碑があるんだそうです。シャンさん、おはようございます。ですから私たちの祈りや良い行いは天に記録されています。そして私たちはその天に行った時に、その自分たちの良いことをしたことの、まあ、記念碑という、記念碑みたいなのがあるらしいんです。それを見ることができます。まあその記念碑が、なくてもいいんじゃないかというふうに考える場合もありますが、永遠の記念として、私たちがこの地上でどう生きたか、どのように生きたのか、そういうですね、記録が残っています。まあ天国ポイントという形で、報いがあるでしょう。しかし、大事なことはですね、その天国にある自分たちの良い行いの記録とか記念碑を見るためには、イエス様を信じなければ見ることができません。シャンさん、おはようございます。この地上で多くの良いことをしている人はいるかもしれません。しかしその良いことをしていることの、記念碑をですね、見るためにはイエス様を信じて天国に行かなければ見ることができません。地上で良いことをしても、地上で良いことをしてもイエス様を信じなければ、結局それは、自分に栄光を返してしまって、天国に行くことができません。そしたら自分の良い行い、この地上で良い行いをしてもですね、意味のないものになってしまいます。せっかく良い行いをしたのに、この地上でせっかく良い行いをしたのに、天国に行けなければ、その良い行いが、意味のないものになってしまいます。ですから私たちはまずイエス様を信じて、イエス様を信じて良い行いをするべきです。アリエルさん、良い行いってどんなことですか？隣人を自分のように愛することですね。隣人を自分のように愛すること、困ってる人を助けたり、そしてそうですね、いろいろなね、弱い人たちを励ましたり助けたり、それが良い行いです。イエス様の教え、自分のしてほしいことを他の人にしなさい、捕らえ人を自分のように愛しなさい、それが良い行いです。良い行いです。私たちは善に励みなさいとあります。善というのは良い行いですね。良い行いに励むこと。シャンさん、神の愛で敵をも愛す。そうですね、敵をも愛する愛し方。皆さん、私たちは意味のない生き方をしているのではありません。意味のある生き方をしています。イエスキリストに会って良い行いに励んでいます。良い行いに励んで天に善行を積んでいます。善行を積んでいます。そして、その私たちは、そうですね、日々、尊い、生き方をしています。私たちの労苦は無駄になりません。イエス・キリストにあって、私たちの人生が無駄にならないんです。もしイエス様を信じなければ、私たちがどんなに良い行いをしても、どんなに、
人を助けても、どんなに、人間的に良い行いをしても、イエス・キリストを信じなければそれは自分の栄光として、救われないのです。それは天にその良い行いの記念碑があったとしても、それを見ることができないんですね。自分の人生の結果、人生の結果、どのように生きているかというのが天で記録されています。ですからぜひ皆さん、私たちは、自分の人生が今どのように生きているか、それは記録されていて全部それは、天において記録されていて、私たちは将来天国に行った時に見ることができます。そして、私たちは天国に行った時にですね、報いを受けて、自分たちね、どのように生きたかを見ることができます。またですね、天国にはですね、天国に行った人はその白い服を着るそうです。そして、何でしょうかね、トゥーニックっていう服と、それからその上にあのガウンみたいなのと、だから2種類の服があるらしいんですね。そしてその白いガウンの方は真っ白で、みんな同じようなガウンだそうです。みかんさん、おはようございます。そしてちょっと私、はっきり記憶してないんですけど、トゥーニックっていう、何でしょうかね、トゥーニックっていう、服ですね。白い、やっぱそれも白い服なんですが、そっちの服にはですね、その人の良い行いが、この編み込まれているというか、記録されているというか、自分の、チューニックですね、チューニック、自分の、服にですね、自分の良い行いが編み込まれて記録されているという話もあります。それはカットカーの本にも書いてありますし、また私の妻も夢でそれを見たことがあると言ってましたし、また他の人の証にも、見たことがあります。天国では白い服を着ているというのはたくさんの人が目撃しています。シャンさん、イエス様は私たちを裏切りません。天国ポイントを満了したいです。アメン。そういうわけで皆さん、私たちは、人に、その善行を見せてはいけないというイエス様の教えがあります。私たちは人に見せるための善行ではなし、人に見せるための祈りではありません。人に見せるための断食ではありません。私たちは天のお父様に対して善行を行い、天のお父様に対して断食をし、天のお父様に対して祈りをします。私たちは人に評価されるためにするのではありません。信仰というのは、肉というのは人に評価されたいことです。信仰というのは天のお父様に評価されたいこと、天のお父様に見てもらうこと、それが信仰です。そしてそれはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて初めてイエス・キリストを信じて初めて私たちは天のお父様に対して生きることができます。罪があっては神様と和解ができないのです。罪があっては神と断絶しているんです。その神との罪断絶、神との断絶を十字架によって、
十字架によって取り払ってくれました。それが十字架です。アリエルさん、結婚しなくても子供産まなくてもいいんですか？聖書ではですね、結婚しなくてもいいし結婚してもいいし、結婚しなくてはいけないとか独身でなきゃいけないとかそういうことはないんです。結婚っていうのはこの世のことなんですね。この世のこと、大事なのはですね、イエス様と結婚するということでしょうか。天国ではね、めとることも嫁ぐこともないと書いてあります。結婚は信仰を表しています。夫がイエス様で妻が教会です。ですから、結婚を尊ばなければなりませんが、結婚しなければいけないということはありません。産めよ増えよと書かれている、それはですね、アダム、ノア、ヤコブに対して言われた言葉です。新約時代、私たちは伝道しなさいということですね。伝道して神の子供を産みなさい、自分の子供を産みなさいということではなく、神の子供を産みなさいということではないでしょうか。もちろん結婚したら、子供を、期待するべきですが、私たちは独身であったとしても神の子供を産まなければなりません。神様の御心はイエス・キリストを信じる者が救われることです。シャンさん、イエス様の教えに強制はないのですね。そうですね、イエス様はですね、イエス様は私たちの自由意志を尊重し、私たちに、その強制して何かさせるのではなく、私たちは、私たちの自由意志を尊重し、私たちが率先して自発的にイエス様を信じ、イエス様に従い、イエス様を愛することを求めています。強制された信仰、強制された愛というのは、それはいいものではないでしょう。悪魔とか支配者がですね、独裁者が強制して礼拝させる、強制して何かさせるというのは、それは正しくないわけです。狐さん、あなたが天国に行った時、あなたが苦手な人がいたらどうしますか？喜びます。ナオさん、おはようございます。カイさん、牧師、白い息が見えます。そんなに寒いですよ。見えるかな。向きが悪い。トモさん、携帯が画面割れしていても放送を見ようとするところに、その上書きは評価されると思います。シャンさん、自然の流れでイエス様とつながっていくと良いのですね。シャンさん、イエス様に、上書くことが大事ですね。上書くことが大事です。ナオさん、今日もいい天気、イエス様に感謝ですね。アロさん、おはようございます。キツネさん、天国に行けるかどうかは神様が決めるんですよね。苦手な人がいたら嫌だな。ですからキツネさん、今のうちにその人を許し、今のうちにその人のために祈りましょう。イエス様がおっしゃいました、ね、許さなければ許されないとおっしゃいました。ですから今許すのです、ね、
今苦手な人がいないようにしましょう。すべての人を祝福しましょう。すべての人を祝福しましょう。ゾンビ子さん、おはようございます。まるでイエス様のような美しい森ですね。はい、もうこの森はですね、そのお好みじゃなくてですね、非常に、好きな森ですね。ヒカルさん、寛容な心が人との絆を広げるわけですね。そうです、私たちは神の愛で人とつながります。神の愛がなければ人とつながることができません。神の愛がなければ孤独になってしまいます。私たちは、今神の愛で人との絆を作るのです。神の愛で私たちは良い人間関係を作るのです。そうすれば手においてその報いがあるでしょう。私たちの人生はすごく意味がある人生です。私たちの人生は、とても目的があるのです。その目的をはっきりと知って、そしてどうすればいいかを学ぶことによって、実際に、手において素晴らしい結果が残っています。皆さんがイエス様をどれだけ愛するか、兄弟姉妹をどれだけ愛するか、隣人をどれだけ愛するか、その記録が残っているんです。そしてそれは永遠なのです。皆さん、この世のことは過ぎ去ります。どんなに良いことをしてもこの世は過ぎ去って、この世における皆さんの努力はそのこの世だけではなくなってしまうんですね。しかし皆さんの良い行いが、イエス様を信じることによって天に記録されて、皆さんの、この地上の生き方が永遠に記録されるんです。永遠に記録されるんです。そしてそれは天において記録される。そして天に行った時にそれを見ることができるんです。天に行かなければ、天国に行かなければ、皆さんの良い行いを喜ぶことはできないのです。もしイエス様を信じないで地獄に行くならば、たとえ良い行いをたくさんしたとしても地獄に行ってしまうならば、むしろかえってあれだけ良いことをしたのに、あれだけ私は善行を積んだのに、なぜ地獄に来てしまったんだろうか、良い行いをしたのに地獄に来るなんてどういうことだということで歯ぎしりをして時短だ踏んで、苦しむでしょう。それはその良い行いが自分に栄光を返すことになってしまってるんですね。今朝は音声電波がバッチリ OK です。ありがとうございます。狐さん、天国に行きたいと思うのは欲じゃないんですよね。そうです。なぜ天国のことを、天国に行きたいとか天国の報いが欲しいとか、天国で自分の家が欲しいとか、なぜそれが欲じゃないかというと、天国のことを欲しがることは信仰が必要だからですね。信仰がなければそれを思うことができないんです。この地上でお金が欲しいとか、この地上で家が欲しいとか、この地上で幸せになりたいとか、それが欲なんです。それは信仰がいらないからですね。信仰がなくても、信仰はなくてそう思うからです。それが欲です。しかし、天国で報いが欲しいことは信仰は必要です。信仰がなければ
それを欲しいと思わないでしょ。ですから天国のことを求めることは欲ではないんですね。良い行いもこの地上だけの良い行いは場合によっては欲になってしまいます。しかしイエス様を信じて良い行いをするならば、それは欲ではなくて、それは信仰なんです。アリエルさん、いいことは見返りや偉いとか思っちゃダメっていうことです。そうですね、誰に栄光を返すかということですね。天国も地獄もないとしたらどうしますか。もう、私にとっては、そんなことはないということですね。天国と地獄があってこそ、理解しやすいと言いましょうか。この現実は何なのか、この現実は何なのかと思うときに、やっぱり私たちは天国と地獄があってこその、天国と地獄があってこそのこの世界だと思います。おはようございます。あ、おはようございます。シャンさん、天に宝を積むことも欲ではないですね。そうですね、天に宝を積むことは欲ではないですね。どんなに世間的に善行を積んだ人間でも、イエス様を信じていなければ地獄行きですか。その通りです、その通りです。その良い行いが無駄になってしまうんですね。良い行いが無駄になってしまいます。なぜ信仰は欲ではないんですか。それはですね、神様が求めているのは信仰だからですね。神様が求めているのは信仰です。欲ではないのですね。食欲も欲だから罪になるのでしょうか。欲というのはですね、その欲に従うことが罪なんですね。欲に従う、だから、感謝して食事をして、美味しくもらうのは、それは正しい使い方ですね。その信仰によって歩むならば、その信仰が、食欲がバランスよく良いものになります。しかし欲に従うならば、食べることによって満たされる、満たそうと、食べることで何か心の上書きを満たそうとすると食べ過ぎてしまいます。つまり、本来はイエス様に満たされなければいけないのに、欲で満たそうとするところが偶像崇拝ですね。偶像崇拝、もう一度言います。多くの人は肉で満たされよう、欲で満たされよう、この地上で満たされよう、この地上のことで満たされようとします。それは欲ですね。それが欲です。それは良くない。私たちは天国のもので満たされなければならない。イエス様によって満たされなければならない。それが正しい信仰です。すべてはイエス様とのつながりがないと、私たちは天国へ、導かれないのですね。その通りですね。信仰をよこせというのは神の欲ではないのですか。信仰をよこせとはどういうことでしょうか。はい、まあそういうわけでですね、私たちは、良い行いを、イエス・キリストに会って良い行いをすることのために作られたと書いてあります。
悪いことをするために作られたのではありません。私たちは人間は神様に作られたんです。私たち人間は神様に作られたんですが、それは目的があって、悪いことをするために作られたのではありません。多くの人はですね、悪いことをしています。神様の御心に反することをしています。それは作られた目的ではありません。私たちが人間は神様に似せて作られましたが、その似せて作られた目的は、良い行い、イエス・キリストに ある良い行いですね。イエス・キリストにある良い行いをするために作られたんです。つまりイエス様を信じて、イエス様の教え、イエス様の教えを実行し、良い行いに励むこと、これが私たちの存在理由です。私たちの存在理由です。私たちがなぜ存在するのか、なぜ生きているのか、私たちがなぜ生きているのか、なぜ存在しているのか、皆さん、それは全ての人が知るべきじゃないですか。全ての人が自分の存在の意味と理由と生きる理由と、何をするかという理由を持つべきではないでしょうか。知るべきではないでしょうか。そしてそれを知るならば力強く生きることができます。何も恐れることはありません。何も心配することはないのです。私たちは生きる目的を知り、生きる生き方を知ったんですから、力強くそれをすればいいのです。何も悩むことはありません。イエス様が共におられます。イエス様が共にいます。何も悩むことはありません。そういうわけで、そういうわけで皆さん、私たちは、するべきことをしようではないでしょうか。私たちは、何も、つぶやかないでイエス様に導かれて歩もうではないでしょうか。生きる確信を持って、力強くするべきでは、力強く生きるべきではないでしょうか。アリエルさん、何もできない私だけど生きてる意味はあるの？ものすごくあります。ものすごくあります。何もできないどころか、イエス様を信じるだけで、イエス様の教えを学ぶだけで、ものすごい意味があるのです。ものすごい意味があるのです。この世のことをすることが意味なのではありません。この世のことをすることが意味なのではなく、イエス・キリストに会って生きること、イエス・キリストに会って良いことをすること、そこに生きる意味があるんです。シャンさん、イエス様を信じてあなたの栄光を称えます。イエス様を信じて、イエス様の栄光を称えます。アメン。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、祈りや良い行いは天に記録されているんだ。天に自分の、良い行いの記念碑があるんだ。イエス様を信じて、ぜひそれを見たい。イエス様を信じて、自分の良い行いを見ないで地獄行くのではなく、イエス様を信じて自分の良い行いを見たい。天において永遠にその自分の良い行いを見たいと思う方、アメンと言ってください。アメン。イエス様を信じて天の報いを受けたい。天の報いを受けたい方、アメン。なおさん、イエス様の優しい光に包まれていたい。アメン。
ゾンビーさん、人生の終わりに食い改めたら救われますが、間に合わない可能性もありますから、今信じましょう。今信じないと、ね、人生の最後に信じれない可能性があります。アメン、アメン。天のお父様、感謝します。私たちは何のために存在し、何のために生きるか多くの人は知りません。多くの人は自分の存在理由と生きる理由を知らないのです。しかし私たちはイエス・キリストに会って知ることができました。イエス・キリストに会って知ることができました。私たちは、イエス・キリストに会って存在し、良い行いをするために生きているということが分かりました。私たちはイエス・キリストを信じてこそ、イエス・キリストを信じてこそ生きる意味が与えられるのです。そして、存在する理由が与えられたのです。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。どうぞアメンと言った方々が、アメンと言った方々がイエス様を信じて自分の良い行いの記念碑を見ることができますように、どうぞ救ってください。イエス様を信じる人たちを救ってください。そして良い行いを励み、ああ存在する素晴らしい理由があるんだ、生きる素晴らしい理由があるんだ、イエス・キリストに会って生きよう、イエス・キリストに会って人生を生きようと、そのように強く強く決心し、天国を待ち望むことができますように、天国を待ち望むことができますように、どうぞ希望を与えてください。天国の希望、生きる希望を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さんありがとうございました。今日もいい天気です。素晴らしい日です。生きる意味があります。存在する意味があるんです。セルフイメージを高くしてください、ね、私たちは神の子です。神の子として歩んでください。自分はダメなんだ、自分は生きる意味がないんだ、自分は生まれてこない方が良かったとか、そのように思わないでください。イエス・キリストを信じたら神の子です。神の子です。素晴らしい意味があるんです。素晴らしい、神様から、神の子として愛され、素晴らしい、素晴らしい存在として見られているんです。ぜひ皆さん、それは自分の、良い行いではなくて、十字架という十字架というイエス様の、イエス様の、十字架によって私たちは救われたんです。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。今日も一日主にあって喜び、主にあって神の愛を表し、隣人を自分のように愛してください。神の子としての誇りを持つことは大丈夫ですか？それは大丈夫です。自分を誇るんでなければ、イエス様を誇り、十字架を誇るなら大丈夫ですよ。それじゃあ夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。夜7時にお会いしましょう。シャローン。良い一日を、良い一日を。